竜の捨て身の行動がアムロとホワイトベースの窮地を救ったものの、打ち続く戦闘の疲労からブライトは倒れ、未来が慣れぬ艦長ダイルの任につかねばならなかった。その頃、地球連邦軍総司令レヴィル将軍はオデッサ作戦準備のためヨーロッパ前線基地に到着していた。あとは君の部隊がいかに手早くホワイトベースを直してやれるかだ。全力を尽くします。支援物資を積んでホワイトベースへと急ぐミデア輸送機。しかしその行く手にはジオンの部隊が待ち構えていた。11時の方向に編隊キャッチしました。各機対空戦用意。このままの戦闘体系を崩すな。ミデア輸送隊からの SOS をキャッチしました。ミデアから距離は北西180キロ。どうするか。補給が受けられないとホワイトベースは動けない。ミディアが来てくれなければ。ミディア輸送隊を助けましょう。ガンダム発進してください。マチルダ隊の救出に向かいます。マチルダ救出作戦。お前たちにマチルダさんも補給物資もやらせるか。ガンダムです。さすが早いわね。しかしあのジオンのモビルスーツグフには。落ちろ落ちろ落ちろ。グフ一つ、次は弾の休め。
よし